うも、源内です。このチャンネルではメディアを通して全ての人が楽しいを見つけるそんな場所、それがメディアミュージアムでございます。源ちゃん、はい。ダンスでさ、うん、じゃあワンエイト振り入れるよって言われたんだけど、うんうん、ワンエイトってなったんですよ。ワンエイトってなんかなっちゃった、うん、何？あー、ワンエイトっていう、まあ、その言葉はそれカウントだよね、それ多分。カウントって何？なるほどですね。カウントっていうのは、まあ、簡単に言うと音楽っていうかその音の目安のことなのよ。目安？そう、リズムの目安の話。はい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 、うん、で、そう、まあ、どういうことかっていうと、まあ、ちょっと今日はそのカウントについてちょっと教えていきたいと思いますけども、はい。まあ、カウントっていうものがそもそも何なのかっていう話と、まあ、カウントっていうのを知ってると 音楽とかダンスとかにどういう影響があるかっていう話をちょっとしますね。そうですね、そこちょっと知らんとね、何のこっちゃ状態になってるって。はいはいはい。じゃあ、ですね、まず最初、カウントっていうのはですね、まあ、先ほども言ったリズムのこの目安の話なんですけども、まずさっき言った1エイトってあったじゃん。はい。で、そう、1エイトっていうのは1×8 って書くんですけど、そう、 1×8 ね、まあ、1個のこの塊を8個で分割して表す表現方法。つまりハハ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 ってやつを1,2,3,4,5,6,7,8 ってよく言うんですよ。はい。そう、8個に分ける。じゃあ必ず8で1個なんだぜみたいな感じなわけ。ところが、まあ音楽のリズムによっては1 and 2 1 and 2みたいな、こういう不規則なものもあったりするわけ。それ困っちゃうんだけど。それ困っちゃうね、うん、なんで、まあ、まあそこはとりあえずダンスにおいては1-8が一番、もう本当に一番メジャーなんで、まあ音楽シーンにおいてもですけど、まあ、ここを押さえてもらえればとりあえずいいかなって思います、うんうん、基本はじゃあ8個で区切ってんぜ。ところがところが、ここにまたね、さらにこの倍数16分の1、ね、と32分の1、ここも分けれる。それは、どういうことだ？どういうことか。1個のまとまりを16で分けてんぜみたいな。そういうこと。これね、まあ、無限にあるの。64分の1、128分の1とかいっぱいあるんだけどそう、まあ、踊りでそこまではちょっと表現できないからあれなんだけど、まあ、簡単に言うと、この1個のメロディー、ね、フレーズっていうのがありますよね。なんかダラッタダダダダダダダみたいなことがあるとするじゃないですか。マリオね。そう、その1個のフレーズに対して1 and 2 and 3 4っていう、そのこの1 2 3 4 5 6 7 8とかっていうそのカウントがあるんですけど、これを16で割るとター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 タ5 6 7 8を16で割ると1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8っていう、同じ尺の中でもっと細かく表現する。そうそうそう、まあ30になるともっと早い。1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8、っていうその8個が4つ入ってる状態。はい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 。でも尺は変わらない。なるほどね。そう、こういうのが、まあ、ちょっと調べ方というか目安になってるっていうのがカウントですね。うんたうんたかダカ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 みたいな感じ。あ、そう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 なんかその感じ、そのリズム独特だね、なんかねそう、その感じっすよ。なるほど。そう、じゃあさ、うん、よくさ、レッスンで5、6、7、8は Hey って始まるじゃん。 Hey って始まるね。うん、あれだから、なんで笑うんだよあれだから、うん、8で区切ってるから、ん、なんで5から始めてんの、あれ。あれは、ほら1ってさ、いきなり1から踊り出すとして、1、2、3、4って振り方としたら、はい、1って言われたらできないじゃん。できないね。できないね。だから、その1個手前の半分を取って5、6、7、8、1からやると、せーのみたいな、その助走がつくっていう感覚かな。はいはいはい。そう、だからたまにね、CM とかを撮ってる、そのね、そういうでダンスわからない業界の人が、じゃあここからダンサーさん踊ってくださいって言われて、音をそこから流す人がたまにいるのね。あ、で、みんなってなるわけ、なんか、うんうんうん、でそりゃそうだよね、楽しいじゃん。なるね。で、まあ、監督さんとか、その、まあ、その音、音響を流してる AD さんとかがなんか、あれみたいな感じになってて、監督とかこうダンスある程度わかる人が、お前バカかと、
もっと手前から流すんじゃんっていう、なんかあ、すいませんっていうのとかで、そっか、結構意外と知らない人多いんだなっていう話もあったりしますね。あ、まあ、要は最初はグーね。そうで、そうそう、最初はグーで、なんかこの音楽っていうのは、まあ、じゃあこの1/8っていうこの尺あるじゃん、はい、1個の今言ったワンフレーズ、メロディっていう、これの長さが決まるのが BPM っていう、まあ速さですよね。よくメトロノームってあるじゃん、ピアノ弾くときにカッ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 って、そう、あれの速さが BPM っていうのがあって、だいたい世界標準になっている BPM は120って言われます。へー、そうなんで120が、まあ、人間がだいたい歩くときと同じぐらいの速さ。まあ、時間で言うと本当に1、2、3で、時計の進んでるものとちょっと一緒ぐらいのスピード感が120、しっくりきちゃうやつってことね。そう、しっくりきちゃうやつが120って言われてます。 BPM ちょっと覚えておきます。 BPM です、はい、はい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 。で、まあ、こっからね、もう一個ダンスにどうやって生きるかっていう話なんですけど、そのさっきもあったよね、その5、6、7、8、そうね、そうから踊り出すよみたいな話っていうのが、そう、まさにそのみんなが振りを揃える上での、じゃあこっから行こうって言われたら、誰か一人代表者が、いや今日はい、ファイ、シック、セブン、エイって言ったら、次のワンからみんなが、まあ、入るのか、ファイ、シック、セブン、エイ、ワンとかから始まる人もいるし、まあ、結局その一個ちょっと頭に何かがあれば踊りやすいよっていう話。なるほど、うん、そんな難しいことじゃなかったね。そんな難しいことじゃありません。で、ただね、海外行くとね、このさっき言った32分の1とかがザラに出てくるわけですよ。なるほど、はい、なのでそれを彼らはなんか 1&2 2&3 みたいなことを言い出すわけですよ。ちょっとそれ茶化してない？いや、言うわけですよ。でもそれが世界標準なわけですよ。日本と海外の違いが出ちゃうわけだ。そう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 、 1&2&っていうのって、あのチャッチャッチャッチャって、まあ、16じゃないですか、日本が。日本では 1、2、3、4、1&2&3&って円しかないんですよ、はい。ただあの結構トロピカルみたいなこうビーツだと、ドツツカツカドツツカツカみたいな、その曖昧なハイハットみたいなのが入ってる場合があるんですよ、うんうんうん、ってなると1&2&3&4&5&6&7&8みたいな、そのチャッ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 っていうリズムが出てきちゃうんですよ。はい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 、そう、そうなった場合にそれを踊ると、そのそういう1&2&3&4、まあ円が間に入ってるよっていう、1&2&3&4&5&6&7&8みたいなことが起きるっていうのが、まあ32の聞き方をしてる海外あるあるなんですよ。ああ、逆にそれじゃあさ、8でなんかもう正直にやっちゃってるとさ、うん、なんだろう、あのめっちゃ規則的だなみたいな見え方しちゃうって感じ？あ、そう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 、まあもちろんその遊び的にはあった方がいいんだけど、ここに、まあ、ちょっと知られざるちょっとカウントの法則がありまして、ほう、はい、これ音楽の人でもダンスやってる人でも超必見なんですけど、ほうほう、そう、1、2、3、4、5、6、7、8っていうのはさっき言ったメロディーのひとまとまりなわけね、うん、だから1/8終わりなのか、まあ2/8塊の最後なのか、もしくは4/8の最後なのかっていう締めに来る部分には何かまあ面白い音が入りやすい、面白いメロディーが入りやすいよっていう法則、仕掛けがある、そう、ポイントがそう大体決まってるというか、そういうこと。だからさ、たまにさ、あのダンスやっててさ、他の人にさ踊ってたら、あれこの曲知ってたって言われることあるでしょ？僕はまだないね。まだないか、うん、まああるんすよあるんすよ、私みんなあるんすよ。そう、あの人なんか音楽、うなぎこの曲知ってんのかなみたいな、マニアックな曲なはずなのにみたいな、あるんすよ。で、それはその曲を知ってたわけじゃなくて、この 1、2、3、4、5、6、7、8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  ってこのお尻に絶対何かが来るのを知ってる人たちの聞き方なんでね。はい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 、そう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 、予想を立てられるってことね。予想を立てられるの、カウントの法則を知ってれば。そう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 、なんなら1にもまあドラムとかだったらシンバルって言って、ダッ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 ジャーンツツカツツカツガツツジャーンツツって頭に何かが来るようになってる。はいはいはい、これも音楽の特徴だから、まずカウントがどこから1、8を始めればいい、数えればいいかっていうのを聞きたいときは、何か特徴が
ダダダダダダあっていう、まあ、息を吸って歌い出しみたいな、その頭のところを見つければそこから18なり28なりのお尻には必ず面白い音が来ると。これはいい情報ですね。これはいい情報だ。なんでまあ音楽ってもうシンプルにさ、いろんな音って世の中にいろいろあると思うの、こうやってピッて。でも音を出すだけでは多分音楽っていうそのリズムではなくて、初めてここにカウントっていうその尺、ね、目安ができてこれがリズムとか音楽になってくるわけよ。はい、うん、なんで、まあ、これを知ってればダンスも振りが揃えられたり、音楽でもバンドセッションができたりとかっていういろんなその共通カウントになるわけ。はい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 、うん、ただ動き回るのがカウントに乗せればダンスになるぜみたいな。そういうことや。なるほどね。そういうことや。オッケー、全部分かった。うん、5、6、7、8ってめっちゃ言えばいいってことね。ね、それは先生が言った方がいいね。あ、俺じゃないの。はい、怒られます。はい、それでは